資本屋鈴南。この本は確かしばらく前に見つけた妖魔本だったわね。住んでたんだっけ。読んでみようかしら。よいしょっと。ぐちゃらるるるる。あやよ、この幻想郷を救いたくば私を打ち倒すがよい。というわけで、金の亡者となった白霊の巫女はついにクリーチャーと化し、我々に牙を剥いたのでしたと。いまいち体験談じゃないからパッとしない記事ばっかりになっちゃいますね。ちょっとあやさん、捏造新聞ばっかり書いてないで本業をしてくださいよ。この間の核爆発で妖怪の山には人手が足りてないんですから。もうあれはいいネタでしたね。やっぱり実体験を元にした記事じゃないと。それで頼まれてたこの子、前回の異変の重要参考人として連行してきましたけど。おお、霊化しました。もみじ、あの異変の裏側を根掘り葉掘りインタビューさせていただきます。何の光ですか。あの方向は人里でしょうか。ふむ、ネタの匂いがプンプンしますね。よし、行きますよ、もみじ。ちょっとあやさん、持ち場を離れちゃ。ああ、もう。こんなとんでもない妖魔本があっただなんて。毎度おなじみ清く正しい社名丸です。先ほどの光はこの貸本屋鈴南からという証言を聞いてはせさんじました。事件ですか、異変ですか、それともスキャンダルですか。新聞屋さん。あ、いやいやいや、そこの光ってる本が原因でしょうか。珍しい装飾ですね。うわ、ダメですよ、これ以上その本を開いちゃう。刺激すると私たちが本の世界に取り込まれちゃうかもしれないんです。本に取り込まれる。ああ、あやさん、くれぐれも迂闊な行動は慎んで。すみません、もう開いちゃいましたけど。本の世界へ落ちていく社名丸あやと犬走りもみじ。こうして舞台を本の世界へと変えた2人の弾丸取材が始まった。Thank you.
Thank you.
Thank you.